はいどうも、高野くもです。今回はですね、チックコリアの代表作、ピアノトリオの ARC という ECM から出てるアルバムを紹介したいと思います。あの、チックコリアを代表するピアノトリオとしてですね、その ARC が録音された1年前のブルーノートから出てる、あの、ザ・ソング・オブ・シンギングってアルバムがありますし、で、さらにやっぱりあの、マトリックスというブルースらしからのブルースで有名な、 ナウヒー・シングス・ナウヒー・ソブズっていうアルバムはありますよね。まあ、それが多分チックを代表する、まあ、一枚、あ、選べて言われたら多分ナウヒー選ぶ人が多いと思うんですけども、これ、そのナウヒー・シングス・ナウヒー・ソブズに負けず劣らず素晴らしいアルバムがこの ARC だと思っております。まあ、何しろですね、このネフェルティティっていうね、ウェン・ショーターの代表作が演奏されているところが面白いですね。その1年前に録音された、あの、ザ・ソング・シンギングでもトライしている曲なんですけれどもね。 結構、チックコリアにとっては刺激的な曲というか、自分を引き出すための良い素材として活用されてるんじゃないかなと思ってます。ネフェルティっていうのは、あの、マイルス・デビスのクインテットでも演奏されてるの有名ですけどもね、あのテーマを延々と繰り返すみたいなアドリブはなし。だけど、何コーラスも何コーラスも重ねていくうちに少しずつ楽器をずらしてみたりとか、ドラムが前に出てきたりとか、非常に 根底にあるメロディーの構造っていうか流れは一緒なんですけどそこで楽器が微妙な変化をつけていくことによっていろんな色彩を帯びていくというような結構実験的なアプローチなんですけども実際はマイルズただテープ回してテーマの練習をしているだけだったらしいんですけどね真相はただ すごく演奏自体がものすごく充実しているので我々にそうやって深読みをさせてしまうようなとか演奏ではあるんですけれどもチックコリアにとってはこの自分自身どこまで飛んでいけるのかっていう踏み台としてのアプローチだったと思うんですね。だからこそこう一年にわたってですね、あの一年前の ピアノトリオの演奏。で、さらにこの ARC でも、このネフェルティティを取り組んでると思うんですけどね。フリーになりそうでならない、このギリギリのせめぎ合いみたいなところが、すごくいいですね。すごく、もうこの先、ここまで弾いちゃうと、この先はもう無限の領域だぞ、という、もう宇宙大気圏、成層圏突破して、宇宙に行ってしまって無重力になってしまうぞ、という、ちょっとギリギリのところまで行きつつ、 無重力地帯にまでは突入しない、踏みとどまるって、そのギリギリのラインのところへ踏みとどまってまた地上に戻ろうか、それともうちょっと上に行こうかと逡巡しているような、この、なんていうかね、ちょっとしたこのせめぎ合いみたいなものですかね、そういう、あの、ギリギリでのこの戦い、この壁を突き抜けてしまうと、まあ、いっ 見たいんだけど、行っちゃうと戻ってこれないよね。みたいな。なんかそういう危うさみたいな。このギリギリの感じっていうのがすごくですね。arc には感じられていてですね。そこが面白いところだと思うんですよね。で、さらにもうデイヴホランドベースですのでね。もうがっちりとその根っこ演奏根っこ支えてきてるんで戻ってくるんだったらここだよ。着地点ここだからなちゃんと俺は支えて待ってるからなっていうね。その頼もしいナビゲーターがいるからこそ、チックは遠くまで飛んでいけるんじゃないかなと思って。 まますねもうどこまで行っっちゃううんだろうってハラハララ感とでもちゃんと、あの、無責任にもう行っちゃって帰ってきませんっていうような、落とし前をつけないような無責任さは全くなくて、ちゃんと戻ってきてくれるというようなね。でもなんか戻らなそうな感じもさせるという <laughs>、というなんかほんと、せめぎ合いですよね、ギリギリのね。だからその辺のスリルは、あの、すごく感じられるアルバムなんじゃないかなと思いましてですね。これは、 非常に刺激がある、刺激的なピアノ塗料ということでお勧めしたいと思います。ということで今回はですね、ECM というレベルから出ております、チックコリアのピアノ塗料 ARC というアルバムを紹介させていただきました。最後までお聴きくださいましてありがとうございました。